アービン・サンタナ、アービン・ラモン・サンタナ、アービン、ラモン・サンタナ、1982年12月12日イ、は、ドミニカ共和国産、クリストバル州産クリストバル出身のプロ野球選手、投手。現在は、MLB のミネソタツインズに所属している。エルビン・サンタナとも表記される。愛称はマジック。9月2日に、他人の出生証明で年齢を16歳に見せかけ、 ヨハン・サンタナ、ベネズエラ出身のヨハン・サンタナとは全く関係ないとして、アナハイム・エンゼルスへ入団。2月に、ドミニカ人選手の年齢差症が問題になった際に、自分の出生証明を提出し直したため、名前がヨハンからアーヴィンへ、年齢は17歳から19歳へ訂正された。5月16日に、AQ アーカンソートラベラーズからメジャへ昇格を、果たし、 5月17日のクリーブランド・インディアンス戦でメジャーデビューを果たした。5月27日にケルビム・エスコワーが故障者リストからの復帰に伴いトリプル A 級ソルトレックスティンガーズへ降格したが6月13日にメジャーへ復帰しその後シーズン終了までマイナーに降格せず12勝を挙げた。は、投球回数が200を超えチーム最多の16勝を記録した。 は、投球のメカニックがバラバラとなったため不甲斐ない。ピッチングが続き一時マイナーへ降格したが、改善に取り組んだ結果、シーズン終盤の9月は、防御率2.96、脱三振は、投球回数を上回る29を記録した。は、大きく飛躍し、開幕から最多勝ち争いに絡む活躍を見せた。終盤やや援護に恵まれない試合もあり、勝ち星は、 自己最多タイの16勝に止まったが、防御率は3点台前半の内容は、キャリア最高の出来だった。中でも予識級の低下や、脱三振の大幅増など、特筆すべき点も多かった。サイヤング賞投票では6位に入った。2月14日にエンゼルスと総額3000万ドルの4年契約、2015年前3 0 0万ドルの球団オプション付きを結んだ。この年は、 右ひいの故障で24試合の投板にとどまり、8勝8敗、防御率5.03だった。は33試合に投板し、自己最多の17勝、10敗を挙げ、防御率は3.92だった。7月27日のインディアンス戦にて、ノーヒットアンランで勝利という、珍しい記録を達成。この年は33試合に投板し、11勝12敗。 防御率3.38だった。は30試合に登板し、9勝13敗、防御率5.16だった。2012年10月31日に、エンゼルスが、来季の球団オプションを行使したが、同日にブランドンシスクとのトレードで、カンザスシティロイヤルズへ移籍した。は32試合に登板し、9勝10敗、防御率3.24だった。 オフの10月31日に FA となった。3月12日にアトランタブレーブスと1年契約に合意した。この年は31試合に登板し、14勝10敗、防御率3.95だった。オフの10月30日に FA となった。2014年12月13日にミネソタツインズと総額5400万ドルの4年契約。 2019年1400万ドルの球団オプション付きを結んだ。4月3日にスタノゾロールに陽性反応を示し薬物規定違反で80試合の出場停止処分を課せられた。7月5日のロイヤルズ戦で復帰した。復帰後は先発ローテーションに入り、17試合に登板して防御率4.007勝5敗を記録した。出場停止の影響で、 規定投球回到達は5シーズン連続で途切れた。は、開幕からフルシーズン先発ローテーションに入って投げ、規定投球回にも達した。防御率3.38ホイップ1.22と全体的に高騰したが、低迷するチームの影響もあって7勝11敗と負け越した。開幕前の3月に開催された第4回ワールドベースボールクラシックには、 ウィリー・ペラルタに代わって、ドミニカ共和国代表に選出された。シーズンでは、開幕から好調で、4月は5試合に先発して4勝、防御率0.77という好成績を残したが、ダラスカイクルに阻まれて、月間最優秀投手賞の受賞はならなかった。6月に、やや調子を落としたものの、前半戦を、投球回数120.1回、10勝。 防御率2.99といずれもリーグ上位につけて2008年以来となるオールスターゲームに選出された。シーズン通算でも33試合先発でリーグ最多の5冠と3巻風を記録し16勝8敗、防御率3.28と3年ぶりの2桁勝利となった。ポストシーズンではヤンキースとのワイルドカードゲームに先発したのの2回に 基本類が4失点で降板、勝敗つかず、チームも敗れ敗退となった。オーバースローから、平均急速92から93メートル PH、約148時速150キロメートルの、フォーシーム、平均83メートル PH、約時速134キロメートルのスライダーのに、球種が大半を占めており、空振り率の高いスライダーは、メジャーグッシュの評価を受けている。 その他平均 85mph、約時速 137km のチェンジアップ、平均 91mph、約時速 146km のツーシームも投げ分ける。速球の球速は2008年では最速 100.6mph、約時速 162km、平均 95mph、約時速 153km を記録している。 故障が少なく長いイニングを安定して投げられる投手である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。